当時カラオケで歌ってた。歌ってた。私カラオケで歌ってもらったんですよこれ。歌ってもらった。同じ歌で、うん、同じ時代をちょっと超えて、そうです、ね、話せるっていうのはいいですよね。女の子が歌っても自分がハマるんですね。思い出ってどういうことなんだろう。結構この歌ってすごい長い、うん、ロングヒットしてるから、うん、なんかこうずっと聴いてる感じ。なるほど。89年だけっていう感じじゃないですか。なんかバラードだしね、うんうん、バックだったらランナーとかだと長くそういう感じのバラードが長くこう続いてる感じするね、うん、僕やっぱり当時カラオケで歌ってた、うん、歌ってた。歌ってます。が私カラオケで歌ってもらったんですよこれ。歌ってもらった。なんかたまたま、うん、あったの？どんな状況？たまたまあのスナックみたいな、打ち上げとかじゃなくて、歌ってみたいな感じ。その時のなんだろうノリで、そしたら歌ってくださって、もう生歌唱を受けて、もうすごい感動したの覚えてます。すごい良かった。ねえ、目の前で聞いた。でも最初聞いた時、その玉ねぎが武道館だって分かんなくて、なんでこのタイトルなんだろうって、うん、確かに、うんうん、分かりにくい。そうね、歌詞がもう物語ですもんね。そうペンフレンドのってね、ペンフレンドってイメージはあるけど、あるそれすごいな、ないな、分かります。ペンフレンド、この曲で初めて聞いた。そう、ペンフレンドで文通をするというのは俺はあまり体験がなかったけど、なんとなくそういう時代ってあったんだろうなって。その当時から懐かしく、なんかだってあの雑誌の後ろとかに、うん、なんかそのペンフレンド募集とか書いてなかった、うん、なんかあったよね。うん、やったことないけど、応募したこともないけど、でもなんかその雑誌にの後ろの方にね、なんかそういう募集って書いてあって、それでうん、知らない人と多分文通するんだよね。うん、文通しないでしょ。文通ないです。すみません、ないです。交換日記ぐらいですね。交換日記ね。それはあるな。交換日記は流行ったね。でその前にじゃあ文通が流行ったのかな。なんかやっぱり流行る。多分そうかもしれない。書くことがね、なんかだっけ。直接交換日記は直接、うん、いい文通はほらポストに出るからね。そうか、なかなか、うん、相手の文字を見れるのがいいですね。そう、文字はね、うん、なんか、ね、ちょっとしたそうだね、時間差もいいんだろうね。そう、想像する。そう、まさに、ね、うん、メールなんかも本当一瞬ですからね。そう、うん、スタンプ一発一発ですよ、取り返しがつかない。遅いか早いかで判断してる。そう、分かる。でも送信取り消しみたいって言うの。確かに、まあ、できないもんね、ポスト入れちゃったらもう。そうそうそう、取り返しつかない。でもそれがまた良さだったりしますよね。そうですね、そうだね。僕はずっとアルバイトしてた時期、ずっとテレビに出たいんだけど、手段もわからないで、もうなんていうのかな、あの時はちょっと苦しかったな。ずっとバイトしました。いつか出るぞって思いを持って、居酒屋紫でバイトしてた。あの昭和から平成になる時って何されてたんですか。これはね、あのこのまあ、あの中野さんにディレクターが一緒だったのね。で、よく詩をね何曲書いてもらう。中野さんの渋谷脳天フラワーってラストシーンって曲と、うん、ビギナーズって曲も書いてもらった。バイクに乗る男の歌の、でたまたまディレクターが一緒だったんで、よく中野さんにも会って、会ったんじゃないけど会って、いろいろ詩の話とかをしてて、もうだから、ちょっと動き始めてた。あ、そういうかもしれない。だから、なんかそういうイメージ。まあ、うん、中野さんとはもう個人的に今知り合ってた。すごい。今回のその恩返しもあってね。あ、そうなんや、どっぷりなんですね。どっぷりっていうか、どっぷりっていうか世代的に、そう。あの時もそんなことやってた。そんなことやってたの。すごいですね。いやいや、まあちょっとの差だけどね、時間的にはね。私もでもアルバイトとかしてたんじゃないかな。あ、本当に、うん、まだアルバイトしてた時期だと思います。紫に食べに行った。本当紫行った行った。それは偶然じゃなかった。すごい行った。その頃ね、居酒屋ね、みんなに行ってた。バイトしてた。バイトしてました。え、紫で紫バイト。え、紫バイトしてない。
紫したことないけど、でも東京出たばっかりの時結構いろんなところでバイトしました。イタリアンレストランとかね、雑貨屋さんとかね、いろんなところでバイトしましたよ。それはもうこの世界に入って、いやいや全然全然、うん、学生やりながらバイトして、でもその頃じゃないかな、この曲。私はキャンペーンガールやってました。カネボーのキャンペーンガール、また激しく動いてキリンビールのキャンペーンガールでした。もうそういう紫に貼ってやったかもしれない。いや、つながった。もしかしたらそこで出会ってたかもしれない。全ては偶然じゃない。偶然だ。89年ですもんね。ポスターになってたもん。ポスターってやってた。女の子が歌ってもすごくハマるんですね。なるほど。いいですね、女の子の声も。全然わかる。これが主題歌になるんですか、これが。いいですね。じゃあ今に浸透しそうか。全然古く、全然新しいですね。新しいかな。ペンフレンドってワードも多分新しく感じるだろうし、新しい恋愛、恋愛の、うん、ちょっとキュンとする感じ、するかも。なんか気持ちいい感じのサウンドでした。そうですね、本当、ね、男っぽい声でわーって歌い上げてるようなイメージだったから、そうそうそう、そうですね。あ、これはこれで素敵。素敵。